明日から、13時から18時までの営業をしたいなと思っております。でこの時間13時から18時までの間はお酒の提供もできるんで、よかったらぜひ飲みに来てほしいなと思います。でうちはお値段そのままでどうかどうかどうかお願いします。なんかねちょっとお昼の営業で3500円時間無制限飲み放題とか、2000円通ドリンクとか2500円90分飲み放題はちょっと高いかもしれないですけれども、この期間だけのねチップだと思って、ご褒美だと思ってどうか一つお値段据え置きでお願いします。あ期間中はですね、もちろん DJ もやりますし、なんかダーツとかね、Nintendo Switch も僕毎日持ってこようと思ってるんでそういう DJ 以外の遊びとかもこの期間中できたらいいなと思っております。であとフードはいつも通りあんまり考えてないんで、まあ、持ち込み自由だしなんかウォルトとか、Uber Eats とか、やってみるのも面白いかもしれない、ね、僕やったことないけど営業時間なんですけれども一応朝の5時から、夜の8時までの営業はやってもいいよってことなので、期間中は一応基本的には13時から18時までの営業なんですけれども予約次第では、それ以外の時間、例えば朝11時開けてとか、6時までじゃ18時までじゃなくて、20時までやってとかっていう、ご相談にも応じたいなと思っております。でお酒の提供は11時から19時までとなっておりますのでその辺のところをご了承ください。用事はいらないからおかゆに会いたいよっていう声もありましたら、お気軽にご相談ください。おかゆ、出勤できる状態だったら、出勤していただくんで、お気軽にご相談ください。こんなご時世ですけれどもみんなで頑張って乗り切りましょう。じゃあね。